すごいなんかね、今日目の青いやつ、こんなに青って思わなかったけど青だった。寒い。今日は1時間くらいで終わります。たくみありがとう。寒い寒いよ。でも暖房はつけてない。なんか暖房はね、昨日がめっちゃ寒くて、本当に無理かもって思いました。そうそう、つけてない。昨日めっちゃ寒かった。本当に無理かもって無理かもって思いました。こんばんは。インスタね、すごいなんかね、半袖すぎてすごい今更って感じなんだけど、そうなんか結構前にそう撮ってた写真で今更感が強いんだけど、でもなんか今更感強い写真が結構あることに気づいて、リサ、私は今更感強い写真がまだあるっていう。私はまだ7周年のなんだっけ、あの本なんだっけ、あれブックブック、なんだっけ、おしゃれなあるじゃん、ブック、あれのオフショットをさ上げてない。なんだっけあれ、なんだっけ、なんだ、もう CA さんはなんか振り返るとちょっと変だから嫌かもって思った。でもそのブックのやつはちょっとおしゃれな感じだから、あれはあげたいから、あれはあげよう、あれはあげようね。うん、あの美術機、そうなんかあれはもう触覚もね来なくて、めっちゃ幼い感じのやつ。そうキヤコと TikTok、 あれはなんか撮ろうって言われて、知らなかったんだけどあの音源で、面白くてその辺にあったなんかちりとりを持って撮ったっていう。そうなんか持つのがなくて、そうなそう持つのがない。チリトリいつもおもろかった。そう、うん、シュークリーム好きだから嬉しかった。シュークリームね、もうほんとあれマジでなんかやっぱりさ、なんかあれさ、なんかもう一回見直してて、もう一回見直してたらちょっとあまりにも前すぎてさ、私そのなんか MV の日に撮ってるからさ、なんか振りも曖昧みたいな感じで、なんかとりあえず撮りましたみたいな感じだったから、なんか慣れてない感がすごいね強かったし、なんか間違ってたりして、そう、うん、待って半年、そんぐらい経った、あでも経ってるか、もうそんぐらい半年ぐらいじゃ経ったかもしれない。うん、でもあの衣装めっちゃねすごい可愛い。そうなんかリサってマジで変わってなくて、
なんか昔の衣装着ても、今撮った、今 MV 撮ったって言われても、なんか通じる感じしてるの、いつも。そう、それめっちゃ思う。ダイナ衣装めっちゃ可愛いね、わかる、あの衣装めっちゃ可愛い、色味とか。そう、昨日のモーメントとストーリー、待って、エリサ昨日なんだ、モーメントのやつはあれはスナイデルかのワンピースで、ストーリーは、え、リサ何のストーリーあげてるっけ、え、なんだっけ、え、あ、消えちゃった、消えちゃいました、なんだろう、ワン、え、うん、なんだっけ、何あげたっけ、ワンピースは覚えてる、対面の時に来た、そう、あ、ヌーの、あ、じゃあスナイデルじゃない、同じやつかもしれない、ワンピースあれかわいい、めっちゃ話したいことね、それをみんなと話す、直接話すって感じがないからさ、今機会が、そうね、ホットレモン、森さあったかい飲み物しか飲んでないよ、もう最近寒いからでさ、やっぱ冬も怖い、苦手よね、もうやばい、うん、次のシングルで初対面しよう、絶対寒い毎日、そう、モーメントでいっぱいみんなのなんかおすすめの鍋とか飲み物とか知れて嬉しかった、めっちゃ。だからリサも、まだリサね、今年鍋してないから、鍋ねしたいと思った、そう、嬉しい、いっぱいみんなが言ってくれて、教えてくれて、そうそう、先生昼から行くよ、だって山ちゃんありがとう、赤から好きだよ、リサでも何でも好きだよ、よく、でも辛いのが好き、結構キムチ鍋とか、なんだろうな、うん、でも豆乳鍋とかも好き、明後日会える、そうだよ、寒いから気をつけて、うん、今おでん食べてる、いいね、おでんやっぱあったかいのいいよね、寒いから毎日毎日、こんばんは、豆乳おいしい、前はあんまり食べなかったんだけど、いい、ジューフルメドレー、あれってさ何味、ジューフルメドレー味、辛ラーメンいいね、マーラータンは、いや、それこそこないだずっとメイクさんとね、マーラータンの話をねしてて、通知系、え、ありがとう、ゆいなちゃん、なんかマーラータンの話になって、で、そのマーラータンを食べたことがなくて、まだね、で、なんかその気になってるんだけど、なんかそのなんか結構さ癖があるのがなんか得意じゃないかもって思って、それが問題です、そう、うん、ウーロンと女子、あー華やかな感じなのか、しびれ系でもあんま癖強いのちょっとね怖い、え、あいちゃん、そうなの、元気出して、マーラータンさ、マーラータンさ食べたことある、みんな、なんか流行ってない最近、あれなんだ、春雨、春雨にお野菜とかがなんか
入ってますよみたいなやつか。ののちゃん、くま、ありがとう。なんかさ、あるよね。はやてもくま、ありがとう。青いの似合ってる？なんだあれは、流行ってるけど。あ、山椒は、山椒は、あ、山椒はまだいけるけど、なんだろう、結構ね、癖がね、強いのがね、ちょっと困っちゃうかもしれない。だから食べれ、なんか不安なの、気になってるけど、そのなんか無理だったらどうしようみたいな。なんか最近さ、なんか流行ってるからさ、ちょっと気になるけどさ、なんか薬膳っていうのかな、なんか薬膳みたいなやつが得意なのかがわからないっていう。そう、うん、だってさ、頼んでさ、え、無理かもってなったらやばくない？無理なのかな、ちょっとめっちゃ気になるけどさ、無理。そう、赤からね、いいな、赤から、赤から。あまーちゃん、こんばんは。そう、寒いからもうこの子だよ。ゆうかちゃん、くまありがとう、いっぱい。そうだからさ、挑戦したいけど怖いよ、ほんと。たか、ハートありがとう。うん、くまいっぱい、嬉しい。そう、今日顔めっちゃ薄いから。そう、いかいちゃんありがとう、来てくれて。お鍋温まるね、わかる、今の季節は鍋って感じ。SSA ひろゆり、今日ゆいなちゃんありがとう、楽しみにしてるよ、おいさも頑張った、偉い、とっても偉い。モーメントのコメントは24時間、モーメントのコメントは24時間になって、その投稿が消えたら消える。だから24時間かも。はやて、昼夜ありがとう。デルハイさん、こんばんは、こんばんは。今日鍋にした、いいね。まやちゃんありがとう、ごまくまありがとう、うん、そうなんだよ。そう、あのストーリー、インスタのストーリーみたいな感じ、本当にその24時間で終わっちゃうっていう。初参戦しますだって、ゆいかちゃんありがとう。年内中で変化ですよ、やばい、全然どうしようっていう事案なんですけど、でもやんないとね、ちょっとあって思うよ。じゃないとだって今年終わっちゃうもん。どうしようどうしよう。こんばんはね、え、おさ、くま、ありがとう、くま。え、わかるよ、一日で汚くなるよね。え、本当にそう、本当にそう、もうやばいよ、もうやばすぎー。ゆうせ、やっほー、あーちゃん、よろしくね。ココア、ねえ、ココアいいよね。えさんもココア好きだよ、あのマシュマロのなんか浮かんでてさ、そういうの好き。なんだ、頑張れる、偉い。あーちゃん準備できてないよ、それ今攻撃薄案件だから。こんばんは。確かに人が、確かに人が来るとか言われないと片付けれないかもしれない。りょうくん、ありがとう。
カズボンもクマありがとう。ガクちゃんやっほー。目いい。でもちょっとこれ、この目はなかなかだよ。なかなかだよ。うん、今回ゲリまでじゃ、いつもそうだよ。いつもだいたいギリギリ。でもね、意外とギリギリの割にはね、忘れ物いつもしてない。ある程度いつも部屋綺麗に。えらい。いや、それが本当に一番いいよね。一番いい。はたみくまありがとう。つむもハート、くまありがとう。そう、忘れ物ないんだよ。あと最近ね、私本当になんか充電器をなくすわけ、すぐね。でリサはずっとあのちゃんとした美顔器をね、なんか2つね、あの持ってて、でも2つとも充電器がどっか行って、本当に最悪じゃない？ちょっと本当にもうなんか困っちゃうよって感じなんだけど、充電器がなんか2個ともどっか行って、でなんか何とも違うんよ。なんか携帯と一緒とかだったらちょっといいけどさ、なんか違うんよ。で本当にない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 ってなって、でやっと買ったんよね、充電器をね。それで充電器買って久しぶりにね使ってみたのね、ちゃんと充電されてて、あー久しぶりに使えたと思って。もうね、1年以上使ってなかったから、なんかそもそも大丈夫かなって思って、なんかその充電してもなんか使えなくなってたらどうしようって思ってたんだけど、無事にね使えて本当にね良かったと思って、もう絶対なくさないぞっていう気持ちで、もうダメ、本当絶対なくしちゃう、本当に最悪。今までもね使いたい場面多かったんだけどね、充電器がなかったからね使えなくて。そう、使えたか、よかったよ。2つは違うの、別、いや一緒だったらいいのにね、違うんだよ。だから絶対もうねなくしませんって。いや、なんか家にあるはずな、捨ててないから家にあるはずなんだけど、なんかもうねめっちゃ探したけどなくて、そう、めっちゃ探したのにないからダメだと思って、これはいつまでたっても使えないじゃないかってなって、結局帰って使いました。うん、いや出てきてくれたらいいけどね。なんかでも出てくる気配ないよ。藤くんこんばんは。出てくる気配ないです。あった、買ったら、買ったら出てくるパターンは、え、なんだっけな、なんかねあったんよ、家の中でないと思ったら、うわ、なんだっけな、普通にあってなんかもう、え、みたいな、なんでみたいな感じでした。困っちゃうよ。なんだっけな、忘れちゃった。確かに GPS ね、いやわかる、 GPS めっちゃ欲しい、つけておきたい一個一個。あ、ここのね、なんだっけ、鼻当てなくしたね。でも新しいほら、あのチークメガネっていうの買った、あれめっちゃ可愛い。今日のインスタのねに投稿したんだけど、あれはめっちゃ可愛くて、なんかチークを塗ってるみたいな感じになるのよ、ここに。めっちゃ可愛いんですよ、あれめっちゃ可愛い。おしゃれだしね、見つかっね、そう思う、買ったのにってなる。インスタ可愛かったってありがとう。そう、あれめっちゃ可愛いよ、チークメガネめっちゃ可愛い。あれなんかね、形もだし、なんか可愛い。あれはね、おしゃれ、おしゃれメガネみたいな感じ。そう、可愛い。ちょっ
ょっと遠いけどそこにあるそうインスタ見てありがとう。そうあれかわいいですよ。うんそうあれめっちゃかわいい。そうなんか青みたいな青みたいになっちゃった。こんなと思わなかったけどちょっと遠い。そうなんかリュックのなんていうの外ポケットには入ってる。うん手を伸ばしても届かなそう。別のならあるんだけどシュークリームねありがとう。エミちゃん見てくれて。うんそうでもあれかわいいよめっちゃ。うんかわいいです。ぶち泣いたのも好き。あ見てくれてありがとう。正規やことのやつぶち泣いてるのはあるよここに。あ待ってなんか引っかかりそう。ぶち抜いてるなんかここにあるんだけどねそれ以外のやつがなくてね。あやばいやばいやあいい加減にしてぶち抜いてるのはこれはぶち抜いてるよ。これはぶち抜いてます。あどうこれはぶち抜いてるからあごめんクロミちゃん見えた。そうちょ前髪切りすぎて今止めてます。これぶち抜き。ぶち抜いてるのはさやっぱ反射もしないからさめっちゃいいよね。かわいいですか。これもぶち抜いてるけどこれは恥ずかしいかおみちゃん。これはでもなんかあこれ鼻当てないやつ。ぶち抜いてるのはそうないもうあのお手手が通りますって感じおもろいよね本当に。こっちもいいよ。あこれじゃないです自分で撮ったよ。こうやってくって強めにやってとっても強く押してこれじゃないやつね。こっちねこれはこっちだとなんかまた変わりますねとってもまた雰囲気が。でもなんか黒の方が似合うくない。なんかちょっと今日の顔にはなんか似合ってないかもなんか似合ってないかもしれない。どうして取れるよ。なんか白似合ってないかも。白っていうのかなんかなんだこれなんかね似合ってないよね。黒が良さそうだからいい加減にして黒が良さそうだよ。そう顔多分生しちょっとちゃんと、ね、なんかメイクしてたらさっきのも似合うかもしれないけど黒の方がなんか良さそう。でもちょっと斜めってるんよこれ。うんちょっと斜めってますよって。ありありよ全部がないみたいになってるよね。ありますよ。あるのはでも反射しちゃうからさこれとかもあるしこれもある。そのあ待ってもチークメガネもさあるからさ反射しちゃうのかな。そんな気がするよね。ザ・フュース聞いてる。白く光るマリーノが怒る。
あ、確かにちょっとこういうのが好きかもね。めっちゃあるよ、りさん。本当にたくさんある。ありすぎ、ありすぎ、ありすぎ。ポニーテールの医者好き。ぶち、あ、うん、抜いてるのは2個、2個しかない。抜いてるのはこれとこれしかない。そうもう強そう。でもさ、こういうさ、なんかメガネとかおしゃれメガネとかってなんか壊れなくない？あんまり。これはうん、インスタのやつじゃない。インスタのやつはね、ちょっとそこにあるんだけどね、誰かって感じ誰も撮れないんだけどそう、ちょっとと、ちょっとすぐそこなんですけどね。久々に来た？ありがとう。断捨離できないよ。でもりさ、ピンクゴールドみたいな色が好き。なんかこういうちょっとこういうピンクい好き。手を伸ばしても無理。うん、でもリュックはもうそこなんよ。頑張れって感じだけどね。頑張れって感じだけどね。なんかピンクゴールドが可愛い、めっちゃ。まあ、黒もいいね、やっぱし、なんか何にでも合うって感じ、黒は。うん、大体何にでも合います。誰が頑張る？リサだねリサしかない。うん、持ってきとけばよかったな、ここに。すでに、うん、ピンクゴールド好き、好きだよ。インスタのよく可愛かった、嬉しい。そう、これね、だってもうそもそもっていうかないよ、もある。レンズもないですね、こちらない。頑張れば大丈夫。そう、頑張れば大丈夫だよ、そこだもん。あります、クロミちゃんそうだよ、チークメガネさ、かわいい、見たい？そこにあるけどやばいよ、リサ何個あんの、メガネ。1、2、3、4、5、6、7個ぐらい。リサ7個ぐらい持ってるんやって、信じられん。確かにピンクのマスクにさ、ピンクここなの分かりにくいかもしれない。やばいよね、多い多い多い。ピンクゴールド見たい？めっちゃある、リサ。うん、使い分けてないし、あんま外でつけないあんまりお出かけする時とかもね、つけてないからね。なんかただ買っちゃうって可愛いなって思っちゃうだけだから、リサはなんかこれからもっとなんかつけようって思うようん、そうだね、配信とかさ、お話し会とかさでつけいいかもね。ちょっと今後つけてこうって思った。でもさ、違うんで、ぶち抜いてないとさ、配信ではさなんか難しいじゃん。結構プライベートでもね、つけてないよ。白のモコモコのバケハ、バケハ、あ、買ったよ、この間。
リゴーで見つけた、ぴったりなやつ。めっちゃ安い、900円ぐらいかな。メガネのリサ好き。本当？北海道に行く服装悩んでる。間違いない。リサもだよ。どうしよう。何着たらいいか分からん。もうできない。無理無理無理。マジでね、ちょっと撮ってくるかな。昨日のキュアリさんの TikTok が違う方、嬉しい。そうだ、ありがとう。見てくれて。え、時間かかるよ。カシラ、あ、カシラの帽子もね、あるよ。でもなんかちょっとピンクっぽい感じ。ビスタローさんもロッカーある。え、多いね、結構。一緒ぐらい？一緒ぐらいですか。キュアリさんの TikTok 最高だった。嬉しい、見てくれてありがとう。ちょっとじゃあ持ってくるか。関東は寒気で終わってますよ、めっちゃ。ちょっと待って、サングラスなら7、8個ある。え、逆に？リササングラスないよ。推しメンって言う気ありがとう。キアコと一緒、キアコって言ってます。待っててね、ちょっとここから立ち上がるのから始まるから。あー、音とかミュートにしなくてもそんな距離ではないので。でもなんかやばいかも、蹴飛ばしたら音やばいかも。ちょっと待って、え、どうしよう、すぐ戻ってこれるかな、リサ。うわ、すぐそこだから。え、蹴飛ばえ、床にあるからさ、床にあるからさ、え、不安なんだけど、大丈夫かな。頑張る？マジで言ってる？え、ちょっと蹴飛ばすかも。え、ちょっとやっぱミュートにしていい？蹴飛ばしたらやばいから。蹴飛ばしたらやばいから。ちょっと一瞬いい？一瞬失礼。あ、ただいま。よかった、危ないよマジで。いろんなの蹴飛ばすかと思ったよ。帰宅帰宅帰宅。床は見えてなあ。あ、え、床、え、床は見えてるよ。ちょっと待って、疲れたよ、立って。大丈夫そうで、持ってきましたよ、ついに。蹴飛ばさなかった、大丈夫。でもなんか踏んじゃった。踏んじゃったよ。見せるよ、リサ持ってきたからね。お部屋の掃除前するって言ってた。うん、言ってました。できてません、リサは。リサはできてないよ。なんだっけ、リサは、ああ、え、ちょっとズボンが落ちましたよ。ズボンが落ちた。これです。あ、でも反射しちゃうかな。てかどうしたらいいんだ、この方がいい。でも見えな、こちら。ああああ、見えますか、
ちょっとチークえ、ちょっと待って、めっちゃ見えない。え、見えますか？あ、はい、こちら。でもさ、わかるかな。ちょっと行ってみる？行ってみますか。でも反射しそうかな、これ。はい、あ、待って、反射してますか、こちら。あ、ほら見て、ちょっと顔がブサイクでごめん顔がちょっとブサイクなんだけど、ちょっとこうやってここを出して、はい、あのここがチークみたいになってるの。チークほら塗ってないんだよ、ほんとね、ほら。ちょっと待って、顔やばいな、ちょっと顔が変なのであれなんですけど。でもだからこう、そう、めっちゃ可愛いんですよ、本当に。あ、なんかついてるね、やだ、やめて。ちょっと待って、本当に嫌かもこういうの。何についてるのこれ、ねえ、やだ。え、待って、え、ちょっと待って、いい加減にしてよ。セーターのキャバキャバ、待って、結構やばいかも、このこれについてるかもしれない。え、待って、やばいかも、待って、え、待って、え、待って、取れない、ちょっと待って、一回取ろう、やばい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 、え、どういうこと、待って、もう、あ、取れた、え、取れました。そうだからもう今はちょっと顔色がないんですけど、これをつけたらこうしたら、はい、こちらチーク、チークみたいになります。かわいいこれ。あ、でも待って、こうマスクしててもわかる、わかりそうじゃない、なんかちょっとこうチークメガネね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いです。これ反射してますか、大丈夫、そう、めっちゃ可愛い、うん、してない、あ、え、しないの、な、ん、するのとしないのの差は何なんだろう。かわいいよこれ。そう、なんかインスタのね、投稿のメガネもこれなんだけど、なんかチークをめっちゃがっつりそのしてたらなんか濃く見えます、めっちゃ当たり前なんだけど、そう、当たり前ワード、そう、ちょっと前髪ね切りすぎちゃって。りょうありがとう、見てくれたな、そう、当たり前すぎてあれなんだけど、そう、 UV、 あ、そういうこと、へえー、すごい、そうなんや、確かに、待って、そうかもしれない、なんかこのピンクゴールドのやつもあった、めっちゃ可愛いんだけど、なんかその反射しちゃうの。でも多分それって UV が入ってるからなのかもしれない、そんな気がする。そう、インスタのやつはチーク塗った上からのやつ、そう、学んだ、めっちゃ、そういうことか。かおくん、くま、ありがとう、くま。まままハートありがとう。そう、そんな感じ、かわいい、これ。なんかね、形もめっちゃかわいいし、なんか丸すぎても、なんか似合わなくて、そう、だからめっちゃいい。
ブルーライトをやっててもめっちゃ反射する。え、マジ？そうなんや。いっぱいあるね、なんかいろいろ。そう、これかわいい、やつチークメガネ好き。これぶちのもうやったら終わりよ。終わりちゃん、さっちゃん、ハートありがとう。そう、ピンクかわいい。ここがなんかね、何色なんか何個かあって、何種類か色。そうかわいいです、めっちゃ。チーク塗ってるみたいに見えます。そうかわいい、これこれめっちゃかわいいです。かわいいでした。ミカとハートありがとう。うん、薄めが、うん、そうオレンジとかある。薄いね、そう薄い顔にね、また変わるね。めっちゃ、ちょ前髪切りすぎちゃった、切りすぎちゃったよ。同じようなのがいっぱい。でもこのチークメガネはこれしかないの。だから、そう大切にね使っていきますよ。そう。で、これはぶち抜いたやつなので、今日はじゃあこんな感じでいきたいと思います。はい。やっほー、前髪回数ちょっと切れすぎちゃいました。あ、そうそう、ジーンズさんのやつ。ゆきおくまありがとう、くまゆうまやっほー、ありがとう、みんな来てくれて。前配信見たけどめっちゃ好きですか。え、そう前髪結構ね切りますよ、頻度高め、割と常に2週間ぐらいだったら切る、伸びて。かなた、タオありがとう。かなたありがとうね。何タオ、かなた、ジンズさんいついても、すごい、そんな優しく、嬉しい。前髪伸びるの早いですよ、リサめっちゃ早い。てかなんか多分全部早いかも。え、そういつも切りすぎる、もっとって言っちゃう、美容師さんにもっともっといきます。その結果切りすぎて大変大変なことになります。かなたありがとう。いる？そうマジでね早い、伸びるの。普通の多分こっちの毛も早い。たこ焼きメガネ好き？そう、すぐ、そうだよ、早い、伸びるのめっちゃ早いか。でもなんかその時ね、なんかね切りすぎたって思った時に限って伸びが悪くて、なんでみたいな思っちゃったりしちゃうんです。なんかありがとう。やばい、明日バースデー、やばい。ちょっとじゃあ前夜祭という感じですか。明日はねちょっと配信できないかもしれないか、うん、早めのハピバということで。まつげ伸びるのは、あ、最近伸びるの頑張ってる。早くはないけど、育成したまつ育頑張った。めっちゃ美容液。まこちゃん、くまありがとう。そう、ちょっと、誕生日、誕生日、うん、こんばんは、いったよ。
じゃんじゃじゃーん。あ、そうだったんだ。そう、明日とか明日明後日、次の日はどうかな。そう、できるかちょっとまだ分かんないんだけど。よかった。はい、かなた、ちょっと早いけどお誕生日おめでとう。明日の日付にしたよ。明日22だよね多分。おめでとう。おめでとう。ちょっと早いけど、一日早いけど、お誕生日おめでとう。毎日サークルで頑張ってる。え、ほんと？ありがとう。明日何するの？かなた。明日はもうなんかいっぱい好きなことしてね。たくさん。もう好きなのをいっぱい食べて、好きなのいっぱい、好きなこといっぱいして、たくさん、うん、いっぱいしてね。あ、かなと北海道来てくれるの？え、満喫してね。絶対マジで、それは本当に絶対に絶対に満喫して、本当にもう好きなのいっぱい食べなね。かなた何が好き？海鮮とか好き？絶対海鮮美味しそうじゃない？てか美味しいよね。あとなんだ？北海道ってなんだろう、あの唐揚げみたいなやつとか唐揚げみたいなやつとかかな、どうかな。そうだよ、誕生日は何食べてもいいから。あ、ザンギ、それ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 、ザンギとか。誕生日はね、何をね食べてもね、どんだけ食べてもいい。あ、カニね、確かに。あ、リサさん、スープカレー食べたことあんまないんだよね。なんかいつも北海道行ったらなんか海鮮とか食べたらもうなんか終わっちゃって、あんまりなんかスープカレーまでいつもたどり着く。ジンギスカン北海道の気がする。す、食べた。え、ちょっとあれ、スープだけん、なんていうの、サラサラ系なんかな、どうなんやろか。なんか写真で見たことあるなんか写真である、なんかさ、なんか野菜がいっぱい入っててみたいな。そう、やっぱ北海道にしかない感じ、気になる。食べなね、絶対。かなた絶対食べな。え、嘘、東京にもあるの？え、じゃあ食べれそうじゃん。ジンギスカンさ、リサ特定像でみんなで行った時に食べたよ。え、美味しかったかも。なんだっけ、ジンギスカンって何かのお肉だよね。何かのお肉だよね。あ、羊さん、それです。羊さんのね、お肉。え、なんかみんなで食べましたよ。美味しかったよ。確かに、なんて言うんだろう、なんかラム、ラムって感じのラムを感じるって感じもなくはないんだけど、だからなんか苦手な方は苦手なのかなって思うんだけど、なんかそんなにまずくなかった。苦手って感じのもなかった。まずい、やばい、苦手とかなかったかもしれない。うん、そう、失礼、当たってこうくん、よろしくね。あー、油ね、油なんかマジ覚えてない。美味しかった覚えでしかない。油、あ、でもそうだったかな。ちょっと自炊してシチュー作って、偉い、なんて偉い。
になってる。なんやろ、ボタン鍋って何。かんちゃんこんばんは、こんばんは。あ、締めパフェ、夜パフェみたいな、夜パフェみたいな。あれはなんかちゃんとお店ではないかもしれない。北海道のうちで普通に。そうなんや。匂い、あー匂いか、確かに匂い結構癖ある、香りから来るみたいな。でもなんか美味しかった気がする。いけた。やっぱ海鮮が一番有名。カニとかイノシシの鍋。え、イノシシの鍋、え、食べたことないかも。コークありがとう。カニいいよね。なんかカニって言ったらなんかお正月のイメージ。トワチンクマありがとう。あ、イクラ、イノシシ鍋。そうなんや、ボタン鍋って言うんや。あーいいね、カニ、カニジャムもカニ鍋もいいね。なんか鍋いいな、なんか鍋したくなってきた。誰かマジ誰かね、いっぱい美味しいの食べていきたいです。さん、うん、メガネかわいい、嬉しい。オフ感あるリサ今日。ズワイガニ、あー、タラワガニ、いいね、いいですね。あ、ウニ、ウニはなんか北海道で食べたけど、普段のウニは無理なんだけど、北海道では食べれました。ウニすごいオフでしょ。めっちゃオフな私って感じ。ねえ、やっぱ北海道だから美味しいのかな。そう、グレーみたいな、青みたいな色。北海道で、北海道のウニ、食べれたよ。無理かなって思ったんだけど、なんか前行った時に海鮮丼にウニがいらっしゃってやばい、ウニがいますって感じだったんだけどウニがいますって感じだって、あ、これは無理かもしれないよって思ったけど、一回ちょっと行ったんよ。いや、なんかいないと思ってて、そしたらいらっしゃって、かちょっとだけ先にだから行けて、行けました。イエイって感じだった。いいねそうウニがいらっしゃいましたよ。はい、なんだっけな、もうやばい、リュックが、うん、ウニってね、一番そのなんて言うんだろう、磯の香りというかしますよね。ちょっと、はい、ちょっとそれが苦手だったりもしますか。うん、磯感があってね、わかる。多分美味しい、ちゃんとやっぱ新鮮なのだと美味しいのかもしれない、思った、うん、海を感じて
回転寿司、ああ確かにね、海鮮の話したらお話あ忘れた、痛くなった。みんなも海鮮好き？海鮮好きですか？インスタの写真可愛かったでありがとう。お寿司って、でもなんかリスずっとお寿司だったんだよね。焼肉とお寿司だったらお寿司が好きだけど、悩むね。どっちも好きだよ。でもなんかお寿司は割といつでも食べれる気がする。なんかいつでも食べれるというか、なんかそのちょっとなんかなんだろう、何食べようかなみたいな、なんかそのお腹いっぱいになってても何か食べるかなってなった時はお寿司だったら、なんかそのやっぱ酢飯だし、なんかだからあんま重くない気がする。なんか焼肉だとちょっとやっぱ重いなみたいな場合もあるじゃん。うん、そんな気がします。そうそう、焼肉はちょっと調子によるねなんかちょっとあの不調な時は無理かもしれない。ちょっと食べれないかも。それはあるかもしれないね。お寿司やったらなんかいける気がするわかる。なんかちょっと無理かもってなっちゃったりするよね。無理かもって。あー確かに肉寿司だったらそうだね、いいとこ取りだね。いいとこ取りしちゃうよ。あしゃぶしゃぶいいね。ねえサラダ、リサもサラダから食べるよ。お寿司最初に食べる。うわーでも結構バラバラかも。これを絶対最初にっていうのもないかも。結構バラバラ。ブリとか食べるときもあれば、ちょっと卵とかから行ったりとかするときもある。あでもなんか巻きのなんか鉄火巻きみたいな、カッパ巻きみたいな、ああいうのは後半らへんに来るなんか序盤というよりかはだいぶそのお腹が満たされてぐらいから現れるぐらい注文するタイプ。ルカにありがとう。そう卵好き。そう巻きはね後半だよ。え分かる。チャウシはね食べるよ、好き。あったまるしね。えお寿司めっちゃ好きやけど全然食べれんの。待ってちょっと足が痛い、変な座り方をしちゃった。あーやばい大変だ。ちょっと待って机が移動。よいしょ。えサーモン美味しいよね。あーチャームスは確かに序盤らへんでもある。あ分かる、アボカドさんもいいよね。分かる、お寿司のポテト美味しい。15皿ぐらいでした。いや最近お寿司屋さん行ってない、回転寿司とか食べてないや。なんかずっとなんか一人でさ、ちょっと最近は行動お買い物ぐらいしか行ってないからさ、なんか一緒にご飯とか行ってないからさ。いつだっけ、なんか結構前はお寿司一人で行けたの、一人用みたいなところで行けた。うん行けたよ。炙り系、あー炙り系はいやでも言うて、あーでも炙りサーモンとかは食べるけど、あんまり
あんま確かあんま食べないかもしれない。そう、これぶち抜いたやつ。回転寿司の唐揚げ美味しい。美味しい、わかる。一人で回転寿司したことない。結構勇気最初。アナゴね、アナゴあんま食べないんだよね。アナゴはしょうこが好き。うん、私の周りはアナゴ好きだね、みんな意外とアナゴでも嫌いじゃないんだけど、あんま食べないかも。りさ、なんか食べようって言ったら食べるけどみたいな。うん、そう、周り一回行くと、え、でもなんかね、人が多いと緊張する。なんかリサが行った時間はちょっと落ち着いてたから行けたんだけど、人が多いとちょっと勇気。アナゴ好き界隈周りにいるよ。アナゴはうん普通かも。絶対マストで食べますって感じじゃないかもしれない。一人焼肉は、あの焼肉ライクならいけるかも。でもなんかちゃんとなんかみんな、なんかなんだ、そういうのじゃないかったら勇気。サーモンと縁側好き。美味しいよね、わかる。縁側も好き、サーモン。一人外食大好き。すごい、一人でさ、一人でお外であんまりご飯食べれない。一人しばしば専門店とかある。え、いけそう、そこならいいね。意外と一人まるまる多いのかな最近。どうなんだろう。確かにタッチパネルの時代だ。一人ビュッフェは無理だよ。ちょっと縁側ひらめ、一人ご飯どこ見て、え、めっちゃわかるね。食べ物を見るしかないよね。一人ラーメン一蘭とかだったらいけそうだね。なんかこうある、こうなってるから。エクボナイちゃん今日も可愛いだってありがとう。一人何々しましたか最近。え、最近は、え、何も特に。別になんかいつも一人って感じの行動。最近でも一人お外で一人ご飯はしてない。家だね一人ディズニー行けないよ絶対に。悲しくなっちゃう。うん、買い物ぐらい。買い物は大丈夫。フードコートやだ、りさ一人行かない。持って帰る絶対。音量ゼロだったの率、それびっくり。自炊しないよりさやばいよね。あ、でも今日はなんかじゃがいもがずっと残ってて1個だけで、ちょっとやばい、そろそろやばいかもって思って、本当はもうやりたくなかったんだよ。本当はやりたくなくて、もう本当嫌だと思って、別に今食べたくないしなとか思って、本当最悪にも思って、もうでもちょっと作らないとやばいかもって思って、そのじゃでタワーネギも買ったのよ。じゃがいも1個と玉ねぎと、じゃあポトフみたいにしようと思って、そう考えてたの。だから玉ねぎとじゃがいもあるから、玉ねぎとでウインナーを買おう、なんか今になって買えばよかったって思ったんだけど、なんかその時はなんかベーコンの方がヘルシーかなとか思っちゃって、なんかベーコンを買っちゃって、でもまあ似たようなもんだなって思ったからで、
そうチンしようと思ったんよじゃがいも。でもなんかリサじゃない、あの前昔さ焼き芋をさレンジでしてさ爆発みたいな事件があったから、なんか本当に怖くて、じゃがいももなんか同じ部類なんじゃないかって思っちゃって、だから怖くてもう普通にだからもう切ってその鍋にじゃがいも入れて玉ねぎでもなんかじゃがいもがなんかこんぐらいだったんよ、めっちゃちっちゃくって、でその玉ねぎがめっちゃこんなんで、えこれ玉ねぎになっちゃうよってなったから、玉ねぎを半分に切って半分だけ使って半分は冷蔵庫に入れて、でハムはハムベーコンはまあ全部入れて、ちょっとしかないからね入れて、あと卵があって、だから最初はそのまんまだったんだけど、だから卵めっちゃあるから使っとこうかなって思って卵入れてなんか完成みたいなあとコンソメをぶち入れて、でなんか鶏は完成みたいになってそうで、でその北海道行くしさ、なんかあんまさやばいやん、ちょっと大量にってなった。だけどまあとりあえずなんか入れてみたいな。でまあせっかく作ったからさ、あったかいし温まろうかなとか思って、別になんかいい今いらないやって感じだったんだけど、まあせっかくだしなと思ってちょっとそれを飲んで、であの冷蔵庫残りで今冷蔵庫に入ってますやばいよね。でもやっとじゃがいもがなくなって本当に良かったと思って、なんかじゃがいもなんかやばくなると困っちゃうかな、うん、髪は下ろして、そう前髪ちょっと切りすぎちゃって。でもウィンナーってやっぱ大事かもしれん、なんかベーコンでも良かったんだけどさ、ベーコンも美味しかったんだけど、まあ確かに、でもやっぱポトフみたいにしたければやっぱウィンナーかもしれないって思った。学び、まあなんかヘルシーだったかな、ちょっと確かにウィンナーから出汁出るわ、忘れてたよめっちゃ。確かにね、でさ燻製の味結構好きだからしくった普通に、うん結局ウィンナーでした。あとさ、リサ人参嫌いだからさ、人参は入れないんだよ絶対自分でやるとき。だからもう材料がマジさ、中もなんか少なすぎて、その出来上がった出来上がったスープの具材が少なすぎてめっちゃおもろいみたいな。もうなんか半分玉ねぎなんよね、全然じゃがいもがもうなんか粉だったから思ったより、だからもうなんかほぼ玉ねぎで、でしかもさベーコンとかで結構ちっちゃいやん、だからなんかそのウインナーとかだったら存在感あるけどさ、ベーコンだからさ存在感がちょっと薄れてしまって、大量に入れてないからさ、かなんかなんかなんかめっちゃなんかとってもなんか質素なやばいなってなりまして、でもなんか卵がいらっしゃったから、まだちょっとなんか卵スープみたいな見た目なんだけど、でもやっぱそのじゃがいもを使いたいって目的だったから、そうそう、なんか親にじゃがいもなんかどうしようって言ったら、まあ普通にマヨネーズとかかけて、あのそれこそなんかなんだろう、じゃがバターじゃないけどみたいにしたらいいんじゃないみたいな、みんなが言ってくれたように、なんかじゃがいもを多分レンジ入れてマヨネーズとかかければ美味しいよみたいなやってたんだけど、確かにマヨネーズも家にあったんだけど、なんか本当にレンジ危なくてリサで寒いし、じゃあ温まるかって思って、
それを作って、うん、温まりましたよ。やっぱスープって温まるって思った。改めて当たり前ワード、あまりにも当たり前ワード。なんかね、レンジ、なんかそのじゃがいもをレンジに不安で、なんか大丈夫かなみたいな、そう、なんか丸のまま入れたらやばいかなみたいな、なんかいろいろ考えたら怖くてちょっとやめました。コロちゃんありがとう。お湯はか、あ、お湯は最近は頑張ってる。うん、チェル久々じゃない。クマありがとう。あやみ水に濡らして、5分もやっていいの？めっちゃ怖い。なんかさ、やりすぎちゃってさ、ラップをさ、ラップが、じゃがいもにラップがついちゃったりする。ちのつありがとう。TikTok コメントしてくれたの？うーん、料理はね、あ、でも習う、教えてくれたりはするけど、リサがやんないから、うん、リサやりません、何も。なんかね、モチベがない、やる料理モチベゼロ本当にさ、なんかちょっと前まではあったんだよ、モチベ。そう、一時期あって、めっちゃありさ、なんかあれもやりたいな、これもやりたいなみたいな。それこそなんだっけな、カレーじゃなくてさ、なんだっけ、なんか作った、なんだっけな、あれ忘れちゃったとかはあったんだって。作れたし、あったんだけど、なんかもう今日のそのなんていうの、じゃがいもと玉ねぎベーコンのなんかポトフみたいなやつを作るのも、あー本当にもうめんどいよーだったんだけど、ちょっとじゃがいもさんが不安で、本当にそろそろ、結構なんか意外と長持ちするしてて、なんかじゃがいもさんでもなんかちょっとそろそろやばいかもって思って、そう使って、でもなくなってよかった。あと玉ねぎ半分、え、どうしよう、玉ねぎ半分余っちゃったよ。何に使うのが一番いいんだろう、玉ねぎ。うーん、どうしたらいいの、玉ねぎさん、玉ねぎさんはどうしたらいいんですかね。あれ、なんかさ、え、サラダ、え、私さ、あのさ、玉ねぎそう無理なの、あのね、しなしなとかになんないとね、あの、うん、食べれないっぽい。炒める？玉ねぎってさ、もたなそう、そんなに。じゃがいもは持ってくれたんだけどさ、玉ねぎってそろそろやばいよね。あ、うん、そろそろじゃない、今日来たばっかだから、半分にもさ切っちゃってるからさ、取りも急がなきゃって感じだよね。3日以内とかには、あ、炒めて、あー、あ、あ、あ、オニオンスープ、え、待って、いいかもね、スープ第2弾。いや、同じ原理でしょ、水入れて玉ねぎを入れてコンソメとか入れちゃう感じ。あ、また卵あるから卵割っとく待って、いいかもね、それにしよう。しかもさ、そう、温まるしね、いいかも、スープいいかもよ。ちょっと本当に
来たわこれ、来た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 、同じだね見た目、あのじゃがいもとベーコンがないだけだね。大丈夫かも、それでいこう。あーソーセージ買っとく、やっぱ大事だよね燻製の香りも。そうなの、そうまたじゃがいも買っちゃうとそう残っちゃうから、なんか確かにウィーナーだったらいけるかも、その別になんて言うんだろう、なんかウインナーはそのままでもいけるじゃん、じゃがいもとかって結構ちょっとなんか何かしらちょっとあれだけど、ウインナーだったらまあなんかとりあえずなんかやればいいかなみたいな感じですか。え万能だねちょっとスープって、いいかもよ、いいかもいいかも、そうする。そう意外とよりさ、あの燻製のなんていうんですか香りとか好き、好きですね。鍋鍋ってやりたいんだけどさ、鍋どうしたい、鍋ってどうして作りますか、おでん？おでんってさ作れる？ちょっともう作ったことないおでん。おでんあんまり作らないからちょっとわからん。ああ簡単？入れるだけ？あいいね。鍋とりあえずいろんなのぶち込むって感じ。豆腐ハンバーグね、なんかさ昔作ったことあるよ、それこそなんかモチベあった時かも、料理モチベやばいよね料理モチベあった時結構いろいろやってたな。鍋キューブ、あーキューブの、あ豆腐いいよね、わかる、うれしい、豆腐にハマってた時もあったよ、なんか豆腐ね当たり前なんだけど、当たり前っていうかめっちゃ簡単、なんか醤油を垂らすだけなんだけどハマ豆腐好きな時あった、めっちゃ、あ嫌いじゃないよ今も、ありましたよそういう時代もねっていうてかなんかあれじゃない、普通にマジで豆腐にあのかけただけと、あそうそうそうキムチとかね、それはそれ豆腐キムチ豆腐普通になんかのせるだけなんだけど、うんやってたよねそういう時代もって感じ。でも確かに久々に食べたいかもね、なんか昔食べてたかも豆腐普通にキムチ、あの醤油だけだって簡単、簡単っていうかもなんか開けてかけるだけみたいな、うん最近豆腐食べてないよ、最近も豆腐なんか買ってない豆腐、無味だね豆腐は、だからやっぱ醤油とかかけるね。でも俺さ結構ね最近思ったのがなんか無味でもいけるかも、なんかねそれこそ納豆とかもなんか酢かけて食べるのも好きなんだけど、なんかそういえばなんか家になんか酢がなくなって、もうあの酢がないもう終わっちゃったのね、
終わっちゃって忘れてて買うので、その中のタレをつけないで食べたの、ムミでいける、お素材の味とかなんて言うんだろう、大豆当たり前だって感じ。え、でもね、いける。リサ結構さ、無味だと無理ですって方もいるじゃないですか。私いけるかも。え、いけるいける、納豆無味。え、だからリサ意外と豆腐も無味でいけるのかもしれない。リサね、わかんない、その絹とかいつもね、わかんないで買うよ。うん、え、そう、無味で味がないってことだよ。うん、そう。あ、でもわかる、サラダは、サラダはちょっとね、なんか足りないよねやっぱって思っちゃう。うん、だからサラダはかけちゃう。それはちょっとかけさせてもらう。絹の方がもろい？崩れちゃうってこと？草、わかる、草を感じます。サラダ、うん、サラダはやっぱりドレッシング、なんかどうしようもない時はまあムーミン、もうどうしようもなかったら、究極何もないだったらだったら無味かもしれない。え、レタス無味で食べたの？ごまだれ美味しい。ドレッシング、そうだね、買い忘れたり家にないってなったらね。でもあのオリーブオイルとかあるからさ、オリーブオイルと塩みたいな、うん、とかね。そうね、サラダについてたらね、いいけど、ついてないやつとかあるよね、ドレッシングがさ。何？コラボカフェして豆腐リサ。そんなリサ、そこまでその豆腐大好きじゃないよ普通。うん、わかる、マヨネーズ美味しいよね、キャベツ、うん、うん、普通かもめっちゃ好きって感じじゃないかもしれない。ごま、ごまとかシーザーが好き。りょうちゃん久々、ありがとう。うん、麻婆豆腐も好きだよ。うん、豆腐安いけど、安、あーね、野菜も高いんや、値上がってますか。人参はちょっとそう苦手、今からキムチだけつまんで食べるね。はい。ミキありがとう。キヤコと飲みてくれて。野菜ジュースあんま飲まない。あ、でも、なんか、ぶどうの味とかのやつはたまに飲むよ。クリスプサラダマークス。ああ、一時ハマってさ、食べてましたよ、リサ。相棒ブロッコリーですか。ささみとブロッコリーみたいな。今キャベツ高いの？マジか。パクチー食べたことないかも。今からデザートのシュークリーム食べるの？お世話ありがとう。シュークリーム出るかな？コンビニのだっていい。シュークリームさ、いつも話になるよね。
シュークリーム、なんかめっちゃ美味しいシュークリーム食べたい。もうめっちゃ美味しい、もうなんかなんだろうな、そのシュークリームのシューの部分がめっちゃもうなんて言うんだろう、サクサクみたいな、食べたい、そういうの。え、ビアードパパはそういう系なんですか？レイクお疲れ、お疲れだよ。あ、そうそうそう、クッキー生地みたいな様子の、なんかもうなんて言うんだろうね、砂糖がめっちゃ入ってますみたいなシュークリームね、ありがとうか、あなた見てくれて。いやむずそう、シュークリーム食べるのむずいよね、確かに飛び出ちゃう。あ、え、ビアードパパってクッキー生地？あ、ザクザクのやつ、あーザクザク、ザクザクいいな、わかる、なんでもザクザクがいい。あのさ、メロンパンとかもザクザクがいいもん。ビアードパパは今年中に食べるから絶対今年中に食べるから、ビアードパパ待ってて、待ってて、ビアードパパまだねチャンスはあります、ほんまに、ほんまに食べるよ、絶対絶対。高輪にある、え、いいの、行きたい。そう、ビアードパパは逃げない、逃げないでね、絶対絶対絶対。え、待って、チナ今何やってるんだろう、ちょ一回見よう。期間限定とかあるやん、期間限定フレーバーチェック。私は見るのは好きだから。なんか今イチゴブームやん、世の中。キャラメル今、え、意外だ。あー、ミルクキャラ、え、待って、いや、え、待って、でも俺さ、ミルクキャラメルはミルクキャラメルが好きかも、俺さ、ごめん、申し訳ない、ビアードパパごめん最悪だよ本当に。焼き芋、焼き芋ブリュレ、これ何？焼き芋ブリュレはこれなんだ？シュークリームじゃないよね。あー、やばいやばい、変なのしちゃった。ナルト金時。ん？もう終わるよ、ナルト金時、30日までやって。急がなきゃやん、11月1日から30まで。終わります、ゆうちゃんありがとう。ね、ケーキあるっぽいよ、みんな、ピアノパパのケーキ美味しそう。うん、コンビニのだっていいじゃん、コンビニのでも大丈夫。え、でもコンビニにもいっぱいあるじゃん、でもどこのコンビニのさ、あれが一番おいしいんだろうな。よしき、ありがとう、くま、よしき、何言ったわこれ、行くの、まっちゃんね、ちょっと行ったらさ教えてくれない、おいしかったよみたいな。暑い、いつもね配信してると暑く、いつも配信してたら暑くなります。昨日から北海道いるの、よしき、寒い、絶対寒いよね。ファミマはザクザク系だった。え、じゃあザクザク系がいいかも。メイメイありがとう、埼玉初めて参戦嬉しい、埼玉スーパーアリーナ嬉しい、またみんなと楽しい時間過ごそう。やばい、寒いよね、それはそう。
それはそうかも。よし、福岡公園の飛行機、え、早い、すごい。よし、何タワー、コロちゃん、あ、確かにね、まだね、まだ販売されてない。眠くなる、安心して、もう終わるから、もう終わるから寝る。てかもうこんな時間だ、嬉しい。エスコン、え、初めてエスコン行くの、よしき。雪解けたの？もう終わっちゃうかも。あんこもちこちゃんが言ってた。え、あんこもちこちゃん、え、行きたい。リサも1時間、え、ばい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 、初めて、わあすごい、初めてだ、イエイイエイ、ヘルヘル、え、ありがとう。 SSM 荷造りね、何もしてないよ。リサゼロゼロです、何も考えてない、何も。今日はこの後、そうだよ、この後お風呂。ミセスさんのライブいいな。なんかさ、福岡に帰った時にさ、なんかめっちゃみんな家族が、なんか妹とかがめっちゃミセスめっちゃ好きで、好きになってて、なんかいつの間にかミセスさんめっちゃ好きになって、なんかびっくりしちゃったよ。めっちゃいつの間にかすぎてさ、ちょっとリサも戸惑った。いやでも感動す、なんかでライブ配、なんか YouTube のなんかで配信、なんかこの間、この間じゃないかな、なんかな、なんかそれで、うん、感動しちゃったよ。なんか私やばい、なんかまあコメント、え、わかる、なんか絶対みんな、なんか全人類好きだと思う。なんかその年齢問わず、本当に本当に本当に、サツカだったのか、だからなんかな、なんかでも結構わかる、全部疑い、本当に本当にさ、わかる、本当に。はい、よし、初めてエスコン楽しみにしててね、ありがとう。寒いよね絶対。リサもちょっとマジで、あのヒートテックとか、あのとりあえず着てきます。ありがとう、久々。ありがとうね、よしき。北海道、楽しんでね、堪能してて。なんか、した？まだ？絶対美味しいの食べない、よしきも。ねえ、そう、あったかい、マジ風邪ひかないんですな、と。本当になんかね、すぐね、風邪ひきそう、リサ。本当に。だからもう、ちょっとマジで。風邪ひくなって自分に聞かせます本当にね、困っちゃうから。明日までマジ仕事して、マジか、本当にね、うん、とりあえずスープ、うん、食べとこう取りますスープね、温まります。気をつける、リサ。てかみんなも気をつけてね、本当に本当に本当に寒いから、毎日毎日気
気をつけてみんなも元気でいて。ジンギスえやばめっちゃいいね。ねえ本当に頑張ろう。ちょっとマジでね怖いから。リサもなんか朝起きていつも不安になるよ。なんか朝起きてさなんか感じるのが一番本当無理。なんかちょっとリサも早く寝まーす。でもお風呂入んないといけないや。寝まーすじゃなくてお風呂に入ります。絶対にね、ちょっとマジで温まります。ありちゃんでよろしく。うん、あーめいめいを大事に。温まるよ。勇気もありがとう。何食べ過ぎて動けないのと思うかしら。でもいいよ、食べれるっていうのはね幸せなことだと思います。めっちゃ私は。お、ゆみちゃんありがとう。チーズケーキありがとうね。SS よろしく。お風呂頑張ろう界隈だよ。めっちゃレイクありがとう。レイクも温まってね。お疲れマジお仕事。お風呂頑張るよ絶対に。風キャンセル界隈すぎるマジで。それな絶対無理マジで。絶対にマジで絶対にマジで風邪なんて引きたくないから。本当に嫌だから気をつけます。絶対みんなもあったかくしてね。お風呂入ったみんな。私はまだ。みんなは風呂キャン頑張ります。もう布団早い。まだあまだですか。一緒先入ったの。あら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 。サウナいいね。お風呂入った。でも意外とまだな方も多いね。嬉しい嬉しい。まだな方も多いよ。でも早い方も多いですね。ちょっとみんな今日早いね。まだ半袖寝てる。もうほんと風邪ひくよ絶対に。寒いから朝とかやばくない。よかったゆっくりできて。みんなじゃあもう入ったんだね。みんなじゃあ分かった。リサも頑張る。お仕事まだの方は頑張ってね。うん私は頑張るよね。本当にさやばいよね。なんか風邪ひきそうになるからもうリサ発酵すごいし頑張って生きるよ。みんなもね頑張る。早めに寝るよ。みんなもゆっくり。みんなのコメントを見ながらお風呂入るリサ。みんなのコメントを見ながらお風呂に入ります。じゃあお風呂に入るね。じゃあランキングを読みます。13位ダンマイちゃん、12位トワチン、11位モシモチェル、10位木村、9位タカ、8位リョウ、7位ユウキ、6位ハヤテ、5位マコ、4位トメゾ、3位ユイカ、2位ヨシキ、1位カナタでした。カナタとヨシキありがとうね。トワさんもクマちゃんもありがとうございました。今日はインスタを上げたのでコメントを見ます。ありがとう。 TikTok も見てくれて久しぶりに。マジであのちょっとマジシュークリーム今更感強いんですけど、あの見てもらえたらなって思いますし、キアコの TikTok の面白い感じのやつもぜひ見てみてください。どっちもコメント見に行くね。ということでちょっと本当にみんなも寒いの気をつけて生きてください。私も今からお風呂に入ります頑張ります。お風呂に。じゃあみんなおやすみ。
配信ありがとうございました。ありがとう、コメント見るね。あ、そう、インスタもね、あげたからインスタのコメントも見るね。あとは北海道来てくださる方は本当に気をつけて、寒い、絶対に寒いから暖かくして一緒に楽しい時間を過ごそうね。ということでありがとうございました。みんなも体に気をつけて生きてね。バイバーイ。いっぱいポストを見るね、ずっと。じゃあお風呂行ってくるね。バイバイ。おやすみ。またね。バイバイ。